プレシジョンフォージド Z765 5番ウッド18度3番の15度です。で 9.5 ですね、ニューポート2です。平井博明のワンナップゴルフ。今のこれは今のセッティング、そう試合出てたことは終わってんの。そう、あ、試合出てたセッティングも撮ろうかな今度、うん、どれだけ違うかっていう。全然違うんだ。全然違う。ね、単純にこれ今アイアンのシャフトが118かな、だけど試合出てた時は130とか128とかだから 10g ぐらい。シャフトの重さって 3-4g 変わるとめっちゃくちゃ違うのよ。事件、ほぼ事件だから 10g ってもう大事件、大事件、うん、それぐらい違う重さって、うん、そうで、ドライバーなんかも6の X とか7の X とか使ってたから、これも多分相当なグラム違う、うん、感じだから、もうセッティング自体がもう全然違うかな、うん、でヘッドバランスが今 D1 だけど、試合の時は D2.5 とか使ってたら相当重い、うん、やつ使って、でも本当にね、まあ、麻痺してんのか分かんないけど、その時は全然重いって思わなかった、うん、普通に使ってて全然平気に打ててたし、うん、これぐらいのスペックだと、うん、アマの人でも全然、うん、全然あのね、うん、打てる、全然普通に打てる。で今男性向けに言ってるけど、ごくごく一般的な男性だったら全然このまま持ってって普通に打てる、うん、でアイアンのシャフトも一応 X って表示してあるけど、そんな別に張りのあるシャフトじゃないし、例えばこれが仮に S って書いてあっても違和感はないと思う。そんぐらい別にそんなガチガチじゃないし、そういうハードなのはもう一切使ってないから。それともアンダーパーで回った。ああ、そう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 藤ヶ谷、そう藤ヶ谷でこのまんまのセッティングで行って、うん、そうそうだった、67だった。だから本当に意気込んで練習してから行かなくても全然普通に打てるセッティング。そうだから こうやってやる感じじゃないから、そうだからこれなんか楽よね、楽なセッティング、うん、番手の入れ方、うんうんうん、俺はウッドが 1-3-5 でユーティリティが3番が入ってるけど、一番オーソドックスだと思うのこの入れ方が、うん、そうで4番アイアンじゃなくて4番ユーティリティ入れて、アイアンは5番からっていうのが一番オーソドックスかなと思うセッティング。あとはこの3番ユーティリティ、4番ユーティリティ、5番アイアンって入れてるけど、この 3-4-5 をこのウッド型ユーティリティに変えちゃってる人も多い、うん、そういうセッティングとか今すごい多いから、そういう優しいセッティングにするのはすごいおすすめなんだけど、優しいセッティングにしてんのにめっちゃくちゃスペックをハードにしてる人がいるのよでどっちなのっていう。そう、優しくするんだったらスペックも優しくしないとダメでしょっていう。そう、セッティングを優しくするなら、優しいセッティングにしてんのにシャフトが逆を走っちゃってるっていう方がいるんで、それはちょっとどうかなっていう。楽するんだったらとことん楽した方がいいから、シャフトをユーティリティだったら6-70g ぐらいのルとか SR とかでも十分だと思う。でウッドが得意、アイアン得意ってあるじゃない。だからそういう場合はウッドが得意だったら7番ウッドぐらいまで入れて、でユーティリティを 2-3 本入れて6-7番アイアンぐらいから入れての方が絶対いいと思う。ただアイアン得意な人っていうのはこういうセッティング、4番アイアンぐらいまで入れて、ただ4番アイアンただでさえ難しいから、ヘッドバランス軽くするなり、シャフトを柔らかくする、シャフトを軽くするなりして優しく打てるようなスペックにしてあげると、こういうセッティングでも全然打てるから、だからヘッドが難しい優しいで判断してる方が結構いるんだけど、ヘッドじゃないからね、うん、難しいかどうかの感覚を感じれるのってシャフトがほとんどだから、うん、あとはヘッドバランスの重さがほとんどだから、あんまりヘッドがちっちゃいから難しいとかっていう感じじゃないんだよね、うん、距離はどんな感じ。距離はね、ドライバーがね、だいたい今250-60ぐらいで、3番ウッドが230で、5番ウッドが215で、3番ユーティリティが205で、190、5番が180、6が170、
7が160、8が150で、9が140、 P が125とかで、52が105、58が80ヤードっていう感じ。適当だけどね、適当ってそのいい加減じゃなくて、それぐらいの前後の距離を打つっていう感じ、うん、そうだから番手で距離が被ることもあるし、あそう上を落としたり下を上げたり、うん、そうだからなるべく距離を濃くしてる、被るところを逆に多くしてる感じ、じゃないと状況の対応ができないから、そうきっちりこうやって距離ぴったり詰めちゃうと絶対良くないね。被る位置がこうやって出てきた方がいいね、こうやって、そういうその打ち方っていうか番手を意識してやってる。そうでも理想は下が詰まってて上が離れてた方がいいね、うん、それはなぜかっていうと、こういうクラブでユーティリティウッドでバーディーは狙わないでしょっていうことなのよ。ある程度のところに行ってくれてれば十分でしょ。逆にこっちでしょバーディー狙うのはっていう感じなんで、こっちの方が手札を多くしてるっていうか、その状況に対応できることを増やしてる感じだから、ショートアイアンの方が距離が詰まってるね、うん、そんな感じのセッティングだね。で例えばこれが女性だったら、うん、女性でクラブの番手で悩んでる人多いと思うんですけど、女性だったら1479ウッドを入れるとか、すごく俺はおすすめする。そうなんだ。うん、あとはなんで3番入れないかっていうと、めちゃくちゃやっぱ難しいから、うん、で特に3番ウッドと4番ウッドってあんまり距離変わんないんだよね。そうなんだ、うん、目に見えるほど、よっぽどじゃない限り距離ってそこまで変わんないから、それだったら確率の問題を取った方がいいかなっていう。でもウッド好きな人だったら1357とかでも全然いいと思う、うん、それが理想というか、無理しないんであれば1479だね、うん、で1479まで入れたら次に5番6番ユーティリティで7番やんからアイアンを入れる、 789P でウェッジ2本とか入れて、そういうセッティングとかすごい女性向きだと思う。優しいし、無理しないセッティングかなっていう。あとは今スチールシャフトなんかでもアイアンとかね 60g ぐらいまで NS プロなんか出してて、それなんかはサンドウェッジとか58とか、女の人だったら56とかななんかに入れるのは結構おすすめだけど、アイアンと同じシャフト入れてれば間違いないから、本当に7番からサンドウェッジまでセットのアイアンでもいいし、その7番からピッチングまででウェッジ2本をバラの違うやつを入れてもいいし、でも本当にアイアンとセットのウェッジとこのバラのウェッジどう違うのとかってよく聞かれたりするんだけど、もう全然違います。うん、やっぱりセットのサンドってもうほんと言葉悪いけど間に合わせ、間に合わせにアプローチウェッジとサンドウェッジが入ってる感じだから、ウェッジに特化したい、ウェッジショートゲームを完璧にこなしたいっていうんだったら、絶対こういうウェッジ専用のクラブを使った方がいい。そうだから本当にそのショートゲームのために生まれてきたようなもんなウェッジだから、やっぱそういうクラブを使ってあげた方が絶対いい、性能的にも結果も、うん、だからそういう専用のクラブを使ってあげた方がいいね、うん、最近なんか3本ウェッジ入れるの流行ってる。あ、そう、3本セッティング流行ってる。例えば女性で3本入れるんだったら、ピッチングが今女性だとどんぐらい、44とか46とかそんなもんなのかもしれないけど、40多分飛び系アイアンが流行ってるから44、45だと思うんだよね。したら48度か50度のウェッジと58を一番下で使うんだったら3本セッティングってすごいやりやすいんだけど、56だと詰まりすぎちゃって2本でいいってなっちゃう、うん、だから48、52、56を入れたらいいかもしれないね。で男の人はもう結構どんなやり方もあって、フィッチングが男性用だったら46が一番多いんだよね。で46だと52、56、60とか、あとは飛び系アイアンだったら50、54、58のウェッジ3本がすごいおすすめ、うん、
どっちかだな、その2つが多いかもしれない。それだと上のアイアンのロフトを見ていただいて決めた方がいいかね、うん、3本セッティングだと。で2本セッティングだともう圧倒的に52、58が多分多いと思う、うん、で下を厚くしたいのか上を厚くしたいのかでウエッジ3本にするか2本にするかもちろん決めるんだけど、ウエッジにめちゃくちゃ自信ある人はウエッジ2本セッティングをおすすめする、そう、それは1本でできることが多いから、そうだから52で何パターンもできて58でも何パターンもできてれば、うん、2本で相当な数できるじゃない。だけどウエッジであんまり自分もボールもいじりたくないなっていう人はロフトでやりたいからウエッジ3本でそうやる、うん、ただねどう思われるかちょっとわからないけど、賞金かかってないんだったら俺は2本おすすめする。そんな局面ないから50、56とかで十分だと思う本当に。そういうプロの局面でウェッジ3本でどう攻めるかっていうのはわかるけど、一般のコースセッティングでウェッジ3本でこうやってやるのはなかなかない、うんうん、だから競技に出てる人、競技ゴルファーだったら全然それはねいろいろやっていいと思うけど、本当にエンジョイゴルフとにかく楽しみたいよっていう人は全然2本でもいいとは思うけど、3本セッティングすることが楽しいんですよね。わかります、すごい。だからそういう場合はセッティングを楽しむっていうのも一つの楽しみ方だから、そうアイアンのさっき言ったけど上のアイアンとのロフトの兼ね合いを見てウェッジ3本セッティングをロフトを決めていただいた方がいいですかね。あとは本当に試打とかして優しいなと思ったんだったらそれをおすすめします。ただ意外とクラブ好きな人とかスペックにこだわる人って優しいな、でも優しいとって話が続いちゃうんですよ。そうすると結局難しいちょっとハードなスペックに戻っちゃうんで、それだと変える意味がないというかコースでも難しくなっちゃうんで、できれば優しいスペックに気を使わないセッティングとかクラブセッティングというか全てのクラブの集め方ですよね。そういう優しいクラブを使ってあげた方がいいかなと思います。で今回はですね僕のクラブセッティングのお話になりましたけども、女性だったりアマチュアゴルファー全般に参考になるセッティングがあったかなと思います。なんでそれをちょっと参考にですねセッティングも一度見直してみるっていうことはシャフトも含めロフトも含め大事かなと思いますので、ぜひじゃあこの後クラブセッティングをですね自分でこう見てですね番手をメモ帳に書いてみるとかですね、このクラブは何ヤード飛ぶ、あそうするとここの間が空いてる詰まってるっていうのはなんとなく分かってくると思うんで、買い替えのチャンスでございます。なんでちょっとその自分の持ってる番手で何ヤード飛ぶかをメモするだけでもいいんでやってみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。